あ、て、え？てか、なんでもうビール飲んでんの？聞いてないんですけど。だってもう、私も今日の仕事終わりましたもん。自分のだけ？しかも。あ、くしゃみ出る。すいませんでした。自分のだけですか？足りめたのかな？もらおう。え、いいや。もらおう、もらおう。邪魔しないでよ。邪魔しないでよ。邪魔しないでよ。いや。邪魔しないでよ。なんでしょう、これ。ピース。アッコにお任せ。いやー。じゃあいいよ。何が？なんでしょう。アッコにお任せ。え、合ってたの？合ってたのか。おもろ。今日台風なんだよね。そうね。なんか寒いよね。寒い。よくみんな動いてるよね、こんな中さ。そうよ、お前も動けよ。いや、台風の日こそ休むべきよ、みんな。じゃないとさ、いつ休むの？マジ。今でしょ。でしょ？だから台風の日こそ休むべき。ほら見て、可愛くないこれほら。もういいからゲームはもううるさいなぁ。なんで俺がゲームしてるところにさ。だって、だったらさ、テレビ。あなたがやってきたんじゃないのよ。ゲームしかやんねえのかよ、お前は。え、そんなことないよ。ゲームしかやんないことないよ。何言ってんのよ。あんたも。何言っちゃってんの。痛い、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 痛い。昔さ、うん。あ、いい、いい。上、おー、おーって、なんか体操が楽しい。わかりません。NHK。わかりません。カカカ、キキキ、みたいな。知らない？え？なんか、待って、聞き覚えあるかもしれない。多分、ダンサーのおばちゃんが、あ、そうなんだ。やってるやつ。っていうのを今一生思い出した。さっさっさ。ちょっと俺、しまくりしないといけない。今、動物の森やってんのあんただけじゃない世間。そんなことないよ。だって YouTube とかでも未だに開けてる人いるもん。ほんと？うん。それを見てさ、あ、俺の島どうしようかなとか思ってさ。そうなんだ。そうそう。俺今、たぬきち商店の周りをね、どうしようかちょっと悩み中。高いのよ。家具が。ああ。しかもなかなか出てこないしさ、うん、高いしさ、うんうん、あと家のローンもまだ払い終わってないしさ、家のローンも早く払い終わりたいんだけどさ。うん。もういやもう、えやめてよ。やめてよ。やめてよ。じゃあね、今のしたことない。あ、耳にふーって、うん。なかなかする機会なくない？ない。あなたにしたことない。そうだっけ？ない。もちまるちゃんにしてあげて。もちまるは耳掃除するときふーってちょっと違う。なんて言ってるかわかんないんだけど。耳掃除するときふーって言ってんの？そう。うん。お腹空いてきた。この間記念日だからってさ。うん。何にもしてないの、うちは。いいんじゃない？いや、本当はさ、いつ来る予定だったじゃん。行くつもりでさ、いたじゃん。それなのにさ、お前がさ、急に行きたくないとか言い出してさ。え？そんなこと言ってないよ。二日酔いだったんだよ。そうよ。いや、行っても食べれないっつって。うん、え、何が問題あんのかわかんない。何？じゃあ行って食べないのが正解なの？違うよね。行って食べるのがお店の人からしたら嬉しい話よね。だったら万全の時行く方がいいじゃん。そんな食べれない時に行く方がどうなのよ。なんでそんな。お店の人に迷惑でしょうがいい。なんでそんな二日に乗るまで飲んだんだよ。いや、そこ言うの？そこじゃないじゃん。違う。厳しいよ。もちまりちゃん。いじけようぜ、一緒に。本当に、うん、俺ならどうでもいいと思うし、うんうんうん、大体の人はどうでもいいと思うんですけど。うんうん、何それを言おうとしてんの、うん、じゃあやめて。何いいよ。言っていいよ。少量チャンネルっていうところにさ、うん、チョンがついたのよ。どこに？一番最後に。チョン。チョンじゃないでしょ。なんでドットでしょ。ドットがついたの。そう。少量チャンネルドットになったの。そう。
まあ別に読み方は変わらない。読み方変わらないし、うん、へぇぐらいじゃん。人からしたらさ。ああ、そうね。うん、別に、うんうんうん、へぇとはなんないでしょ。うん、でもほら、あれじゃん。気持ちの問題じゃん、うちらの。あ、だし書いてくれる、例えばさ、インスタとかさ、ツイッターとかをさ、もしも、うんうんうん、名前書いていただくことがあればさ、うんうんうん、ドットが正式名称ですっていう。最後にね。はい、話にございますので。うん、どうでもよ。どうでもいいので。でもさ、こういうどうでもいいことで溢れてんじゃん、YouTube なんてさ。まあそうね。どうでもいいのにかしこまってさ、あ、動画出したりとかさ、でも本当にどうでもいいじゃん。わかる。なんかさ、そういう動画に限ってさ、うん、急遽カメラ回してますとかさ、あーはははは、なんか正式にさ、なんか、うん、かしこまった格好してさ、ね、なんかそういうのあるよね。そうだよね。お伝えしたいことがあります。そうね、そうね。どうでも、本当に。うちらも急遽回してるけど、毎回。急遽じゃないでしょ。急遽じゃない？あ、急遽？まあ、そうね、うん。今日はあれだもんね。全然撮る気なかったけどさ。うん、なんか前の動画を出したいから。あ、そうそうそう。撮るみたいな感じを。ね、ちょっと。何うるせえな。俺ずーっとさ、こういう体勢になってんのよ、あんたのせいで。はい。そんなに俺のこと好きなのは分かってるけどさ。うん、もういい。分かってるよ。分かってるけどさ。もういいって。もういいって。もういい、それ。もういい、もういい。かわいい。恥ずかしがっちゃってかわいい。そうね。なんかその、あんま、なんか、どうでもいいことでびっくりさせたくないよね。うん、だって大体どうでも、本当になんかさ、うん、えっていうような内容が多いよね、そういう、うん。なんだったら許せる？その、急遽動画回しましたの、あれで、何だったら許せる？なんか、うん、ビルとビルの間を、砂渡りしてるところに遭遇したとか。うん、ああ、それは急遽だね。うん。確かに。やばい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 。ちょっと回しましょう。今急遽撮ってるんですけど、あそこビール。確かに、それは急遽撮らないとね。なんか、わかるよ。確かに。えぇ、ー、って思うじゃん、こっちも。うん、なんか、うんうん、ここでみたいな。そう。そうね、そうですよね。そうね。うん。急遽か。だってさ、こないだ。回すほどのことなんですよ、だって。しかも。だってこないださ、なんかある大御所女優じゃない、大御所歌手のさ、うん、YouTube でさ、はい、急遽動画回してますっていうチラッと見たらさ、なんか、31のアイスクリーム食べたことないから、31の。ね、本当にやめた方がいいよ、もう。で、あ、ふん。でもわかんない。でもさ、食べたことないんだ。それもさ、本人的にはさ、一大事なんですとか言ったらさ、こっちも何も言えないよね。あ、そっか。その人にとっての一大事だからさ。確かにね。責めれもしないけどさ。うん。でもさ、どうだろうとは思うよね。でも、そんなこと言ってさ、うん、うちらのこの動画もさ、うん、どうでもいいやつ見せられてる。どうでも、だからいいね、どうでもいい、いいからどう、と。まあ、それが YouTube なのよね、きっとね。そう。そうよ。テレビじゃやらないもん、そんな。うんうんうん。なんか特ダネみたいなさ、はいはいはい、なんかそういう、なんか本当に事件がありましたみたいな。はい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 、それで急遽なんか、カメラでその事件をさ、うんうん、取材してますとか言うのしかないもんね、テレビはね。うんうん、多分きっと。俺なんだったら許せるかな、うん、何急遽回してますけ。うん。何へー、で、急遽回してますで、カメラ撮んなきゃいけないものでしょ。うん。なんだろうね。なんか、持ち丸が、二本足で立ちましたとかだったら、今急遽回してるんですけど、うちの犬が、二本足で立ったんですよ、とか言って。一瞬じゃなくてでしょ？あ、そうそうそう。二足歩行を始めたとか。それはもう、それは一大事。それは一大事よ、ほんと。それは取るわ。それは取るよね。うん、でもさ、うん、もしそうだったとしてさ、はい、それは取って、うん、なんか実験動物とかされたら嫌だな。あ、そう、確かに。うん、そういうの言わない方がいい。言わない方がいいんじゃん。言わない方がいい。隠しといた方がいいんじゃん。確かに。もしかしたらさ、宇宙人かもしれないじゃん。持ち丸の形をした。おー、あー、ええーうん。地球外生命体かもしれないじゃん。うんうんうん、実は持ち丸に扮してさ、はいはい、日本じゃない、地球の偵察に来ましたみたいなさ。はい、で、急に正体を表したみたいなさ。持ち丸どこ行ったの？
もともと。でも、もちまる、もともと。もちまるの、もともとのもちまるが、そうそうそう、そういうこと。よっとか言って。それはそれで可愛いけどね。もちまるが、よっとか言って。だからもう、急遽は良くないね。もう今後、うん。いや、でもあるよ、たくさん。いや、俺らが急遽動画回してますって時は、よっぽどだなと。よっぽどの時。うん。え、なんだったら許してくれるかな。え、だから、もちまるが二足歩行した時。そうね、それは、それは急遽回さないとさ。しかも、うん、かも言葉を喋ったり。いや、それは急遽だね。うん、確かに。うん。うん。ちょっと、もちまるの許可が必要になるかもしれない。ちょっと撮っていいっす。確かに。ちょっと、急遽カメラ回していい。なんか、急に寒くなったよね。うん、なんで台風のせい？台風のせいだね。だってそんなんさ、なんでそんなパーカーなんか着てんの？着やせ。あ寒いからとかじゃないから、俺。着やせ。見えね。見え。見えと張り。見えと張り。見え張るね。見え張る。大事よ。だってファッションってそうじゃない？だってもう、我慢してさ、着るじゃん。って言うじゃん。だってね、うん。だって今日はもう俺はラーメン食べちゃったし、うんうんうん、食べちゃったし、そうね。昨日の夜だって、なんかパン食べたし、そうよ。もう絶対顔がむくんでんのは分かってるから、うんうんうん、せめてももう。抵抗ね。うん。もう変わんないけどね、言うてね。あ、くしゃみ出る。くしゃみ、くしゃみ出さないっていうかさ、あんたさ、あーとか言うじゃん。あれ。なんか、途中で。喉、タン、詰まらせるのかとかさ。あれ、やめて。なんか、俺、どんだけ編集で切ってると思ってんの、あれ。あまた言ってるよ。しょうがないじゃん、もう。そういう年になっちゃったのよ。だって、タンが絡むんだもん。え？日常的に？日常的にじゃないよ。あなんかほら、気温のさ、温暖差とかさ、寒暖差とかさ。はいはいはい。なんかそういうのがあるときとか、はいはいはい、鼻がムズムズしてるときとか。ああ、なるほどね。そうそう。はい。大変なのよ、生きていくって。いや、生きるのは大変だよね。だこの間もさ、なんか職場でさ、うん、なんだっけな、くしゃみをしたのか、咳をしたのか、あみたいな感じで言ったら、うん、えマジおっさんじゃないですかっやだでも、おっさんだよ、つって。やだけどさ、言える関係って素敵だと思う。マジおっさんじゃないですか。でもちゃんとあれだよ。若く見えるけどって、枕言葉がついてたから、まあ、どうする。うん。まあ、でもちょっと、まあ、そうだけど、いや、まあまあ、まあ、うん、まあ、それでプラスに捉えるかどうか。俺、ポジティブ人間だからさ、そういうプラスに捉えられる人間だからさ、大事。いいよね。いいでしょう。うん。俺もそうだけどね。絶対嘘じゃん。何が、もう、飲むな。絶対ネガティブにしか捉えないじゃん。お前さん。そんなことないよ。みんなの言葉に感謝感謝。嘘つけよ。絶対なんか裏の言葉をさ、勘ぐってさ、絶対。でも聞かないよ。それで聞いたらアウトでしょ、うん、まあそうね。でも聞かないのが俺の優しさじゃない？ああ。優しさなの？パン食べよう。うん。いい。夜何食べるの？だから、行きたい。行きたい。なんかさ、今年の秋はさ、うん、旅行に行くじゃん。うん。めっちゃ楽しみだよね。いいね。いや、ほんと。久々すぎて。久々でもないか。うん、久々じゃないけど、もちまるを。あ、まぁ、今回はね、ちょっとね、預かってもらってね、うん、行く予定だけど。めっちゃ楽しみすぎる。てか、この間動画の時はさ、うん、動画撮る前全然絶対食べないとか言ってたくせにさ、なんで今日もなんかめっちゃ食ってる？いや、もうなんかすっごい。あれでしょ？ん？急遽動画を撮ってるからでしょ？